ただいま、スーパーキッドフライ級チャンピオンベルトが皆様に掲げられました。ただいまより第9試合メインイベント、スクワキントンフライ級王者決定戦3分5ラウンドを行います。赤コーナー、 WBC フライ級チャンピオン、ウォーチェプロモーション所属、ジュライ・ウォーチェ。青コーナー、元ボクシング日本ライト級チャンピオン、東京町田金子事務所属、元ボクシング日本ライトフライ級チャンピオン、東京町田金子事務所属、ゆうと。準備のバディソン、thank you.
まずなんですよ。本日のメインイベントスポンキーとプロ野球王者決定戦3分5ラウンド赤コーナー、ジュラグ大ワンチャイ大ワンチャイプロモーション所属年齢16歳 WMC フライ級チャンピオン成績は15戦7勝8敗です。青コーナー、ユート東京町田金子事務所属元ボクシング日本ライトフライ級チャンピオン29歳成績は32戦18勝12敗3分け本日はスクワンキントのトゥータチャレンジご来場いただきまして誠にありがとうございます。次回大会についてご案内いたします。来る8月28日日曜日こちら新宿フェイスにおきましてバンタム級トーナメント決勝戦を含む熱い試合をご用意いたしてお待ちをしております。どうぞたくさんのお客様ご来場いただきますようお願い申し上げます。そして合わせて7月31日日曜日大森のゴールド神宮でアマチュア名探偵会が開催されます。そちらへのご参加もお待ちしております。セコンダーセコンダーラン3
ノーナクシン東京のYouTubeチャンネルにアップされます。そちらもチェックしてください。ノーナクシン東京のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして試合終了後は密を避けるため規制退場をお願いしております。こちらから順次ご案内いたしますので、ご案内があるので自席にてお待ちいただきますようお願いいたします。 セコンダー、セコンダー。 Hey!
よ。本日はスクワンキントーン2チャレンジ第1部にご来場いただきまして誠にありがとうございます。続いてのラウンドが第1部最終ラウンドでございます。第1部の最終ラウンドです。試合終了後は密を避けるため規制退場をお願いしております。こちらから順次ご案内いたしますので、それまで自席にてお待ちいただきますようお願いいたします。続いてのラウンドが最終ラウンドです。
採点結果を発表いたします。ジャッジ3です。49対47、赤コーナージュライ。ジャッジラジャサクレク、48対48、ドロー。ジャッジアラビア、49対48、赤コーナージュライ。以上2対0をもちまして、勝者赤コーナージュライ、ウォーワンチャイ。これにより勝ちましたジュライ、ウォーワンチャイ選手、スクーキートンフライ級チャンピオンに決定いたしました。